原明の経営のヒントプラス第525回。現在個人投資家として活動していて、主に外国為替と株のトレーディングを本業としているものです。今は一人でやれていますが、いつまで続くかは分かりませんし、早いうちから事業投資やベンチャー投資を視野に入れた方がいいのではないかなと思っています。やっぱり稼ぐということは何かというと、お金力なんで、その力を持った状態をどういう形にしていったらいいかっていうのは、力を動かすための知識とか人間性とか、良識とか、やっぱり社会の中の大きな歯車として、どういう風な感じになれば一生涯本当に形が壊れないかっていうことや、もっとその大きくなるかっていうこととか、ずっと続くのかっていう時に、資本主義社会はどんなビジネスをやっててもビジネスでは勝つことがないんだって。何かの要因でビジネスがマーケットが終わっちゃうとかさ、いろいろあるじゃん。そういうことですね。例えば僕の知ってる人で一世風靡人がいて、そのアイモードの時にアイモードのプラットってものすごくあったじゃん、あそこでいろんな Q&A やっててものすごく成功した人で、それこそ200万人ぐらいのサブスク、そんな抱え込んでた。そう、ところがアイモードがインターネットに負けて、iPhone かなんかで負けた瞬間にマーケットがなくなったって言うんだよ。恐怖ですね。いや、だからビジネスに自分の人生を乗っけてるっていうことは、必ずこのリスクが来るんですよ。だから為替というビジネスをやってるわけじゃん、ところがその資本主義社会だから、これビジネスの成功ってことなんだけど、ビジネスの成功と資本主義社会の成功は明らかに違うレンジのもので、もちろんそのある程度お金を稼がないことには、その資本主義社会の成功っていうのは手に入らないんだよ、だから、まずはビジネスで勝つ、勝った上に資本主義社会においての成功を、今度これ家計ごと勝ち取るっていう感じでね、自分が成功しちゃうとそれを続いていけるから。で、実はその資本主義社会を作った側の人間がいるわけじゃん、そうです、その作った側の人間は当然作ったっていうことは勝つことも分かった上でっていうよりも、勝つことが分かってるのでこの社会を作ったっていう種類の人たちがいて、でそういうことも含めて、だからこうしたらいいでしょってことと、そのための手段も含めて、そういったところで通用するために必要な教養だったり人格だったりも含めて、為替成功したっていうのは、例えばそのガソリンスタンド何十店舗もやって成功しましたとか、建築やって成功しましたとか、僕個人のブランドで成功しましたと同じことない。事業で成功した、100人使うが1人でやろうが同じことで、特殊なことではないんですよ、でもそれはビジネスという中でお金を稼いだけの話で、それが資本主義社会においての普遍の成功ではないということだよね、でもその資本主義社会を作った側の人間から見たら、普遍の成功が分かってたんでこの仕組みを作ってるわけじゃん、しかもそれが読み解かないと分からないし、どう実行しないといけないかっていうのも分かんないから、資本主義社会にはヒエラルキーがあって、アメリカなんかでもトップの何パーセントか所得したから何十パーセント、ああいう感じになってちゃうんだよ。で、資本主義社会って基本的にそういう社会なんで、その構造が分かっててもう一生落ちてこないっていうところまではいけるけどね。いける。ただその時にほらさ、思考とか考えとか役割とか嫉妬されないとか、そういうのも含めた時に、不可抗力でマイナスにならないようにとかね、そういうものを含めて勉強すればいいんじゃないって、っていうかね、余ってるみたいですしね。そう、時間をどこに投下するかは、だからそういう情報がなかっただけの話で、早く仕事はとっととやって資本主義社会の成功を目指しましょう。ビジネスの成功と資本主義社会の成功は明らかに違うからね。えげつない枠組みきましたね、第525回でした。石原先生ありがとうございました、ありがとうございました。